大雨一対一を。よし。うわはい、達也チーム達也です。ファームフットサルパーク西九条来ております。本日はお日柄もよく足元の悪い中をお集まりいただきありがとうございます。 Thank you。 はい、本日、あいにくの大雨なんでございますけども、はいはい、大雨1対1をやりたいなと思っております。今まで数々1対1をしてきたんですけど、そっちじゃない、そういうことじゃないそういうことじゃない、今日はこっち向いてたからもうやるかな。違います、違います。大雨の中、はい、1対1をさせていただきたいかなと思ってまして、負けたら、バックからシャーッと走ってきてここでヘッドスライディングからの一発ギャグ。うわ、きつきつで、行きたい。2個タダさん、きつで、行こうかなと思っておりますので、総当たりで、はい、いきなりサド、いきさで行きたいと思います。それでは行きましょう、せーの、グッパで分かりましょう。あ、で、そこへ、これ、サイドしてありですか、攻撃サイド。あ、いいよ、好きな、右手です。ほら、首から入りたいですね。はい、引き刺です。それ、シュートありですか。引き刺し、引き刺しか。これ、達也さん方式、全部ありでいいわ。素晴らしい。あっはい、はい、アウトですよね。はい、アウトです。雨ですから、こういうこともありますよね、雨になってくる。雨ですから、はい、難しいな。あれしましょうか、ボタン0、0続くか、1、1とかで引っ掛け続いたら、勝ち点1。もう引っ掛けの1。まあ、2ターン目ってことです。2ターン目の裏。1。うまい、はい、はい、はい、引き刺す、引き刺す。やつね。ライディー、ライディー、ライディー。やばい、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 やばい。1。よし。あと1とかじゃあ勝ち。ちゃんとヘッドスライクさせよ。ま、マジ負けんなよ。オーケーっす。うわ、もっと。止まる？あー止まらない。最後、はい、あ、そう、サドウやったんや。やったうわー、うまい、早っ、やばい、もうないやん。そうやね、よっしゃー、でかい。これ勝った方が、勝った方よ。そうよね、はいや、はい、はいや。この動画5分で終わる。え、どっちですか。攻撃した、はい、攻撃ですか。どっちがいい。守備で。オッケー。危ない。やばい、ヘッドスライディングやった。ヘッドスライディングや。わかんわかんわかん。やばい、やばい、最悪やー。
え、ちゃうやんな。これで次苦手サイドやろ、攻撃。はい、うん、そうやな、そうそうそうやな、ね、1位、2位、3位やから2点、1点、0点で、そう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 、こっちだけじゃないですよ、1対1って。で、俺らこっち攻め、りょうくんこっち攻めの合計やんな。どこでもやっぱ勝たないと。そうやんな、確かに確かに、そうやんな、そうそうそう、合わせた合わせた、こっちだけで勝ってもやっぱ、とりあえず1点ってことか、俺はまだ。めちゃめちゃ珍しいシーンやったんで、だいぶ珍しいやった。よしよしよし、これ負けた、ほんま俺ホーホーリーチや。これ負けたらホーホーリーチや。ホーホーリーチっていうか、よっしゃー、はい、よし、俺の面です。ゴーク負けんな。垂らすから、その人はボールを垂らす、手前つけ、垂らせるよ、すぐ垂らせる。わあ、この引き出しがないと。よし勝っといてくれよ、パンタさん任したいから。オッケーです。あーああ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 あ、右足右足このピッチでもエラスコする。わー、今引き出し、お中2の時にしまった引き出しを開けてきた。うわ、うまい、うわー、よし、うまっ。今の引き出しは 何歳のもの。ゴーク、あ、すごい、亀より上です。これラストですよ。ラストや、引き分け一番でかいわ。引き分けチャンスあるわ。すげえ、遠いな、遠いな。あはは、え、こんなんあんの。苦手です。勝ち点1、最後も1、俺だから4、俺めちゃに負けることはない。いたか、いたか、いたか、そうやね、
これはいたか、絶対にいたか。これ1位、これ1位、これ1位。いや、これダメです、これダメ。これ1位。あー、マジで出てきた。マジやばい、マジやばい。ビンゴね。うわぁ、ライディライディ、ジョー君勝ったらややこしいから、そうじゃない、うわっ、どこ見てるの、これは分からん、これは危ない危ない、わぁ、カットいいね、こっち、あっぶねぇ、うまい、やぁ、まだということで、大雨1対1、試合結果、第1戦目が2ポイント、1ポイント、0ポイント、逆に第2戦目が同率やけど、まあ、1ポイント、1ポイント、0ポイントにしましょうか。逆にね。逆にね。なので、3ポイント、はいはいはい、2ポイント、0ポイントということで、逆にね、逆に、ね、逆に、逆に、逆に、梅ちゃんの誰や誰や罰ゲーム、あ、罰ゲーム逆にする。逆にね。逆にこっちやな。逆の逆に梅ちゃんが、ヘッドスライディングしてきて第2 PK のところの沢井に一発ギャグをします。よろしくお願いします。お腹を手を切開したらららら、セミが3匹幼虫のままで、